えー、今あの、えー、いつものところであのちょっと下り傾斜のところで、えー、ローギアでマックススピンやってましたけれども、えー、3本目ですね、えー、249いったはいいんですけど、えー、一番最高回転数の時にですね、えー、チェーンのジャミングが起こってしまいましてうわっ えー、リアデレイラーが破壊、えー、ドライブ側のスポークが今のところ2本破断ですねいや3本あこっちも行っちゃってますねああいや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 すごい状況になってしまいましたフレームもちょっと傷だらけですよいしょと うわこれはひどいこれはですね私今までかつてないぐらいのひどさですねあープーリーもおー破壊されてます、えー、チェーンは絡んでますとうーんまああの全般的にすごくあの、えー、ホイールの調子良かったんで調子こいちゃったんですけれども あーこっからどうやって帰ろうかな <laughs> って感じですねこれいや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 まあ、えー、こんなこともあるかなという感じでございますまああのタイヤがロックしたんで、えー、そのままコントロールしながら、えー、約4 0キロぐらい出てましたけれども、えー、転ばずには済みましたがあー これちょっとあれですね、えー。コントロールが厳しい方だったらそのまま墜落っていうパターンだったと思います。えー、どうか皆様もお気をつけくださいませ。えー、以上でございます。